イタズバチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらにございます、今月11月23日火曜日にリリースされました長浜蒸留所さんのアマハガンワールドモルトエディションウィンターということで、冬仕様ウイスキー限定で発売されました。本日入荷をいたしましたのでご紹介をしていきたいと思います。 700ml でアルコール度数の方が47度、限定で6000本ということで、価格の方が6490円税込みということになっておりまして、今年の夏にアマハガンの夏仕様ウイスキーというのをご紹介をさせていただきました。こちらの方はハイボール向きに発売をされて、アマハガン初のピーテッドということで、ハイボールでは非常に飲みがたいがあって美味しかったんですけど、これがまあ夏仕様ということで、まあ、今回は冬仕様ということで、内容の方が冬に楽しむウイスキーというところをコンセプトにですね、まあ、長浜蒸留所さんのピーテッド原酒と海外産のピーテッドモルトの原酒をですね、複数ブレンドをしたということで、もう過去のアマハガンのピーテッドといえば、まあ、先ほどのとこれも動画にさせていただいたんですけど、アマハガンのエディションピーテッド、こちらがですね、まあ、これプロパーで発売をされてるんですけど、まあ、この2つに関しては海外のピーテッドと長浜のノンピーテッドのバッティングだったんですけど、今回はバッティングされた原酒が全てピーテッドということで、まあ予測するにヘビーな感じかなと思います。で、長浜さんの公式ページの方を見ると、暖炉の煙を思わせるどこか哀愁のあるアロマ、蜂蜜を垂らしたようなホットウイスキーのように甘く温かい風味が特徴、これもちょっと想像つかへんようなこの言い回し、温かい、何をもって温かいというのかというところで、2つ前の動画にホットウイスキーのお話をさせていただいたんですけど、まあこれはですね、まあ、ホットウイスキーにはおそらく向かないであろうと、まあ、ピーテッドモルトということで、なのでさっきのこのホットウイスキーのような甘く温かいというのは、ホットウイスキーにしなくてもワンと、まあ、のピートが来るっていう、そんなニュアンスかもしれんな。まあそう取ることはできる。長浜蒸留所なんで、長浜さんのテイスティンググラス1錠1タルグラスでテイスティングをしていきたいと思います。ノンカラーでございまして、お色の方、まあ結構明るいゴールド、結構明るいよな、うわ、来るねこれ。まあ、自分事前に機会があってテイスティングをしてて、めっちゃスモーキー。ただスモーキーやけど重ないな、軽いな。で、それ長ぶりみたいな重たいもんではない。なあ、アマハガンピーテッドの時にお話した時、ちょっとグレーブルーズのこれニュアンスがあるって言ったけど、まあ、これもグレーブルーズというかちょっと柑橘系あるな。歴代のアマハガンで一番スモーキー、歴代って、それはこの3本の中ではダントツにスモーキー、そのアイラモルトのスモーキーさに比べると軽やかかなって思う。その感じが多分長浜のピーテッド原酒の特徴なんだなっていうのも、まあ、とある場所で長浜シングルモルトのアイラクォーターカスクをいただいたことがあって、おおむねこういう感じだったかな。パイナップルのニュアンスもあるし、やっぱりでもグレープフルーツっぽいから、ちょっとケミカルなピートな感じもあります。香りのピートよりも飲んだ時のパンチの方が強いな。これコードカット、アイラモルトのようなちょっと衝撃的なピートの感あるな。コンセプトのところにホットウイスキーのような甘く温かい、確かにあの温かいというか、結構アルコールの辛みじゃなくてこのピートの辛み、辛さ、これがちょっとあったかい、あったかさというかを表現したのかな。これはちゃうかな。時間置いていくと若干バニラの感じとか甘い感じも若干出てくるな。加水で飲んでみたいと思います。加水すると、まずは香りがさらにちょっとフルーティー感出てくるね。加水いい、甘さ結構くる。なるほど、蜂蜜のニュアンス非常に出てきて美味しい。ちょっと塩っぽい感じもあるかな、これトワイスアップがいいかもしれない。これストレートで俺加水が好きな。ロックで飲んでみたいと思います。先ほど加水で甘さ、すごい蜂蜜感が出るって言ったんです。今度冷やされると甘さもあるんですけど、すごいビターな感じが出てきます。余韻がね、ビターチョコレート、だからロックにするとピートが引っ込んで甘さも引っ込んでビター感が出てくるという感じで、顔が変わるなこれね、エディションピーテッドとはもう全然違うな。
ニュアンスが。その後もピーテッドとも違う、うん、これは確かにウィンターっていう感じ、うん、なんかちょっと冬感出てきました寒い夜に飲みたい感じ、うん、せやな、そうやせやな、うん、ハイボールで飲んでみたいと思います。ラフロイグハイボールになんかちょっと近い感じよ。アイラでどこに出るかってカリラかなと。あ、麦感もあるから。カリラって柑橘あるし、サマーエディションがラフロイグに似てるとしたら、うん、ウィンターはなんかカリラっぽい。カリラ。ウィスキーアドバイザーはちょっとカリラ寄りかなって言ってるんですけど、私はなんかなんとなくラフロイグ、ていうかラフロイグとカリラ足して2で割ったみたいな。ハイボール飲んで余韻のはすごいピートくるな。これ鼻からすごいスモーキーなものが抜けよるわ、うん、ハイボールが一番なんかピート感じるわ、うん、ストレート、加水、ロックよりもハイボールが一番ピートを感じました。この飲み方のおすすめとしては1滴2滴垂らすとピートの感じと甘さ、蜂蜜の感じ、そしてフルーティーな感じが全部出てきて、とても美味しく飲めると思います。まあ全体的にサマーと比べて、サマーはやっぱりハイボールでサッて飲む感じやもん。そうやな。ウィンターってまあ冬場にハイボールってそんなグワーって流すように飲まへんやん。飲まへん。もうストレート、トワイスアップあたりでしょぼりとっていうことやね。なんかそのあたりの設計をされてるのかなと。あんまりハイボールを念頭に置いておられないかなという印象を持ちました。正直ストレートで最初飲んだ時にまあスモーキーやけどまあサリトテっていう印象やったけど、加水で一気に印象変わるかな、うん、ハイボール飲んでロック戻るとやっぱりロックの方が美味しいわ、うんうん、っていうところが、まあ、冬仕様、冬を楽しみましょうというウイスキーということでございます。というわけで今回はアマハガンワールドモルトエディションウィンター冬仕様のウイスキーご紹介をさせていただきました。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローの方もまたよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。ちょっと近々に冬に飲んで美味しいウイスキーっていうテーマでねやってみようかなと思います。当然これは入ります、先に言っておきますけど、冬におすすめのウイスキー、まあ、5000ぐらい選んでみようかなと思います。それからね、もう一つ言うの忘れてました。こちらのボックスなんですけど、こんな感じでめちゃめちゃ冬っぽい雪の結晶が描かれてるんですけども、よく見ると雪の結晶のような顔をして QR コードが、わかりますかね、これ書かれてるんですけど、この QR コードをスマホでこれに当てるとですね、長浜蒸留所さんの YouTube チャンネルに飛ぶようになっております。概要欄に長浜蒸留所さんの YouTube チャンネルは、ね、貼っておきますので、まあ、よかったらそれも合わせて見てください。はい、なかなかちょっと凝った作りになってます。はい、というわけでおしまい。